アイテム番号 SCP-811。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-811 は、泥と肥やし停滞した水で満たされた、直径平均10から20メートル以内で 2.5 メートルを下回らない、気候管理された円筒状のガラスで囲うべきです。それには、にある沼に原生している多様な水生植物を備え付け、その他の植物として根が破損しない限り SCP-811 との接触に耐え、損傷から素早く再生して適応するものが置かれています。水深はその最低ラインを半メートル 0.5 を超えて下回らないようにします。水槽は最高土壌ラインから5メートル以上の高さがなければいけません。温度は25度を維持し、湿度は 70% 以上に保たれるべきです。水槽のドアと他の施設のドアの間には気密浄化チャンバーを設けてください。どんな状況であっても水槽を換気した空気は他の施設に再循環されるべきではありません。その環境と SCP-811 との通常の相互作用から発生したメタンは、収集した場合、燃料として利用できるかもしれません。水槽の中に加熱された物体や露出した火を持ち込むことは許可されません。水槽は、土壌と水の化学成分の変化だけではなく、pH と微生物レベルも毎日検査する必要があります。水槽は、なるべく D クラス職員によって、各州で清掃する必要があります。すべての廃棄処理物は標準的なバイオハザードプロトコルで処分する前に、隔離のための検疫が行われるべきです。対象には 5kg 以上の生き餌を、前の食事の24時間後に与えてください。対象は食人を嫌っているわけではありません。そして、もしも SCP-811 が16時間以上食事をとっていなかった場合、職員は水槽に入らないことが推奨されます。緊急事態以外での医療手順の侵害は禁止です。そのような手順が対象の生命を守るために必須です。薬物治療によって管理された SCP-811 の実態をリストしたドキュメント 811B を見てください。対象からの要望は許可を得る前に、動物幸福福祉専門監視員と少なくとも1人のレベル3の職員の両方から審査を受けてください。審査には48時間以上かけるべきではありません。特別な事情がそれと相反する場合は例外とします。SCP-811 は空腹を感じているか、切迫した状況でなければ特に攻撃的になることはありませんが、すべての取扱職員はそれが今でも機会を伺っている待ち伏せ型捕食者であることに注意してください。また、想定される負傷あるいは感染を回避するために安全措置を取らなければなりません。水槽に立ち入るすべての職員は非有機物性バイオハザードスーツと呼吸マスクで全身を保護し、2人以上の集団でいることになっています。職員がその身体に開いた傷口もしくは炎症を持っている場合は水槽に立ち入れません。喘息あるいは他に呼吸器系の異常を患っている者が、レベル4クリアランスの内科医師からの診断書なしで水槽に立ち入ることは禁止です。水槽の出口の浄化チャンバーににおいて D クラス職員は全ての使用済みバイオハザードスーツの脱衣を手伝い、それが殺菌され再利用可能になるまで密閉することになっています。得られたすべてのサンプルは、同様にバイオハザード保管容器に入れられ、滅菌状態で職員同伴のもと、ヒケテルバイオハザード物質の標準安全対処プロトコルに則って検査されることになっています。調査が示す限りでは、SCP-811 が適切にバイオハザードスーツを着用した者に重大な危害を加えることは考えられません。水槽にいる間バイオハザードスーツを部分を問わず外した者には、どんな理由があれ、プロジェクトの配置転換を含めた懲戒処分を命じます。プロジェクトは施設断者という彼らの状態によって支障をきたされるべきではありません。説明。SCP-811 は細長い手足とわずかに膨らんだ腹部の人間の女性に似た形をしています。身長は171センチメートルで、体重はその奇妙な生理機能によりちょうど 47kg 未満です。詳細はホイ 811。
美を参照。その肌はわずかにザラザラした質感で、その自然生息地の足の中でカモフラージュする役目を持った緑のまだら模様です。汗は弱い皮膚刺激物として作用することが分かりました。従来のシャンプーに耐性のある極めて脂っぽい黒い髪を持っています。ポイ811。一を参照。それは乳幼児でない小さな頃に捨てられた。野生児。の事例研究と一致して、人間の言葉に部分的な理解を示します。手のひらと足の裏の SCP-811 の皮膚は、わずかに粘着質の常に緑がかった透明の粘液を絶えず分泌しています。この粘液は SCP-811 自身の組織にどんな効果も示しませんが、他の有機物が接触した場合、完全には解明されていないプロセスを通して急速に分解し、物質はわずかな粘着質の黒い液体へと変化します。SCP-811 はその液体を皮膚を通して直ちに循環器系へ吸収することができます。テストによって SCP-811 のすべての循環器系は腐敗溶解物質で満たされていることがわかりました。SCP-811 の生体検査の結果からすべての検査された細胞の中に嫌気性細菌が存在していて、対象の中に赤血球のような機能をするものが明白な不足しているため、今のところ SCP-811 はその、イコル、海、の中の代謝物質を利用していると推定されています。SCP-811 は排便と通常の排泄物生成をせず、また、小腸と大腸が完全にありません。細胞の老廃機能と SCP-811 本体がその胃に集積された内容物を代謝できない代わりに、胃の中で酵素と細菌層がそれを分解、凝縮し、ざらついたタール状の物質にして、SCP-811 の石によって蛍光発射され、定期的に排出されます。SCP-811 はこのメカニズムを狩りに利用します。SCP-811 は標的の顔あるいは傷口を優先的に狙い、そして口と鼻を塞ぐことによる即時の窒息化、数日に及ぶ攻撃性細菌の侵食による多臓器不全によって標的が死ぬまで待ちます。SCP-811 の発射物に粘膜あるいは傷口が接触した職員は、3時間以内に広域抗生物質による治療を受ければ予後、回復しますが、それ以上経過していた場合、急速に悪化します。E クラス。あるいは12時間以上治療を受けていない職員は、解雇を要請しても良いです。ポイ811。1。現在まで、SCP-811 が要求したもの。餌用の牛の定期配達。却下。食物連鎖から外れたワニ。許可。元の生息地。からの豊富で様々な魚類入りの水。却下。100% 人工素材でできた1本のヘアブラシ。許可。1日おきに一緒に水たまりに入ってくれる D クラス職員1人と髪を洗って調子を整えるためのシャワーヘッド。許可。標準の強さのヘアシャンプーが SCP-811 の髪の油を十分に落とせないことが確認されたため。より強力な界面活性剤がより高い割合で入った洗剤の使用が許可されました。ええ、あえ、と字訳されたニオト説の名前で呼ばれること。SCP-811 は読み書きができず。したがって綴りを自分で選ぶ才能はありません。許可。ポイ811。2。SCP-811 に肺及び歯。どちらも明らかに必要ないにもかかわらず、があるという事実により、X 線で内部構造を検査するためにバイオ研究区画12の放射線医学ラボへ連れて行きました。結果は決定的でありませんでした。続いての MRI 検査によって SCP-811 にはイコルの粘性と細菌層の調べ説を補助するためと思われる、多くの特殊な線と臓器にリンパ系がくっついていることがわかりました。腹部にあるそのような器官の一つは空気より軽いガスが入っているように見えます。SCP-811 が一度、データ削除済み、だった可能性は調査中です。無菌の操作環境を維持する難しさ、
SCP-811 の生態についての制限のある理解及び対象の量を計算する際の困難さにより、主な合併症あるいは対象が死亡する危険があまりにも高く認められたため、審査用の外科を認可することができません。インタビューログ811-16。面談者トレビュシェット博士、ジュニアラボ助手のワクテル。トレビュシェット博士とジュニアラボ助手のワクテルは SCP-811 封じ込めユニットに入ります。トレビュシェット博士は、書類が挟まれたクリップボードを持っています。そして靴箱で。先生、なーに？質問があるの。靴箱を指さして。ご飯。トレビュシェット博士はうなずき、靴箱を開きます。カエルは外に飛び出す。着地するとすぐに、SCP-811 はカエルを足で踏んでそれを消化し始める。ニコニコ、先生質問したいの？そうよ。クリップボードをワクテルに手渡し、その上の何かを指さす。クリップボードから読み上げる。思い出せる最初の出来事は何ですか？思い出しさせる体操。思い出せる最初、前の、思い出。SCP-811、わかったように。箱の前よ。神妙な面持ちで。一番前。力強くうなずく。そう。身振り手振りで表現しながら。大きい人。高い。あえちっちゃい。大きい人よりとってもちっちゃい。手を使って地面から約1メートルを示す。自分の腕を指さして。大きい人に似てた。何がその人に似てたの？2本の指の間に彼女の肌の一部を挟む。これ、あえに似てない。大きい人に似てた。人間に似てた。あなたの肌。肌。自分の肌を優しくつき、そしてにっこり笑う。肌。不安を感じて。ちょっと待って、それは君が僕たちと同じ肌だったってことかい？そう言ってるじゃない、あえ、それから。一つの肘の内側を指さして。痛い棒、ここ、冷たい。注射、よ、あえ、手がかりは。唾を飲む。それは、注射、というのよ。ここ、注射。冷たい。そして、痛い。彼女の口から何かが出てくるパントマイムをする。赤、とても、お腹すいた。怖かった。人、食べた。肌、こうなった。なんてことを。ここでワクテルが蚊の防護服の中で嘔吐し始める。SCP-811 はそれが敵意のサインだと誤解して水槽の中の水のプールの一つに逃げ込み、ワクテルとトレビュシェット博士の両方が立ち去るまで再び浮かび上がらなかった。中期、私が、緑色の新しい血の魅力を理解し比較的無害にできるようになるまで、他の人は別のヒューマノイドに当ててくれませんか？私は、何かを本当に成し遂げるためにここにいます。トレビュシェット博士。